スペースサーク。どうも、サブです。先日は、ソフコン、ほぼ完璧網羅動画、ご視聴いただき、ありがとうございます。はい。あれね、休みをいただいて、で結局日中編集で全部使う感じになりました。めちゃくちゃしんどかったけど、ワンコンの時よりも見やすくなったかなと思ってます。結局ね、ジンバルって機械を使ってたんですけど、そいつがうまく作動しないから、角度も悪く見えにくい状態になるみたいな感じになっとったんで、今回は使わずにやりました。はい。1万ちょいしてんだけど、どうしたらいいんだろう、あれ。ってことで、お話が長くなりましたが、今回購入したソフビを紹介していきたいと思います。じゃあいきます。こちらです。じゃじゃん。ドーリーさんっていうところの、これの名前、これで合ってるかな、カイビディーニャ。はい。で、ちょっとどこに書いてるか僕わかんないんですけど、シリアルナンバー1ゲットしました。で、こういったポストカードもいただきました。あ、カイビディーニャで売ってるんや。ハチワレ猫のカイビディーニャです。これちょっと一目惚れしてね。で、購入したら、こういったものももらえて、この参加券3つ集めたら、くじが引けるんですけど、僕こちらの参加券いただけるところは、一つしか買ってなかったんで、結局、意味がなくなりました。はい。いつ買ったかって、この購入の証明書となってますね。んーで、じゃあ開けて、あ、じゃあこっちや。もうこういうのもいただきました。ちょっと開けてみますね。これどうやって開けたらいいんだろう。これもうこういうのってわかんないですよ。ここを切る方がいいの？いいの？こうやってビリってなっちゃうよね。これがなんかなくなっちゃうから。ちょっとカッターで切っちゃいますね。これだ。間違ってたらすいません。中までいっちゃってんのかな、これ。ギリギリいけた、ギリいけた。なんか結局、ヨシキンさん、熱出てたみたいだけど、気張ったみたいですね。熱はもうマシだったかもしれないです。あ、こういうチケットがついてるんや。で、トリセツがついてると。インスタとツイッターが飛べるようになってると。こういう使用上の注意も書いてると。なかなか面白いですね。こういうケース付きってなかなかないですもんね、ソフビで。
で今回はこのケース付きしかなかったんですけど、ケースなしの袋のやつかな、そういうのも今後は展開していくとのことです。はい、入るかな。じゃあ開けていきます。オープンゲット。開けた感じはこんな感じ。でこれ映えるようにこういう風な背景も用意されてますわ。でカメラがついてこんな感じなんですけど、シリアルナンバーってどこにあるんだよ。これ？これはなんか飲み物のあれやね。これ？どこのことなんでしょうか。後で作家さんに聞いてみよう。見つけました。このカードがシリアルナンバーになってて、これが1なんですよ。僕1やから、この2以降のやつってどうなってるか逆に見たいっすよね。なかなか面白いな。めっちゃなんか、この方、ドーリーさん凝ってはるね。こんな風になって、一応首は回ると、で腕も動くと、足は動きませんと。でここにこれは何のやろね。ここにピョンってあるねんけど、猫ではないのかな。でもこれ毛がこうなってんのかな。その辺考えるのも面白いね。なんかここにも点線があるしね。これの設定もちょっと見なきゃいけないね。でここにボタンみたいなのがあって、でちゃんとこの肉球もある。でここにドーリーって入ってて、でここになんかチャックっぽいのもあるし、で羽がついてるんですよ。でここにこう蝶ネクタイやってて、こうカメラも小脇に抱えてると、めっちゃ洒落てるよね。でこうやって自立もしますと。でお待ちかねのウスターソース比較。大体あの小型のソフビと同じ感じかな。このモーラーも一緒やねん。一緒やねん。でも田中咲さんとも話してたんですけど、なんかね、みんなこれぐらいのサイズにするんですよね。この小さいやつは。小さいって言ってもそんなに小さくないんだけど、このタイプのサイズのやつは大概この大きさなんですよね。だからなんか決まってんちゃうのって。暗黙の了解みたいな感じでね、こうしなさいっていうわけじゃないけど、という感じです。こ
これ良かったっすわ。目もいい感じやし。ちゃんと下から見ても、どっからの角度を見てもいい感じっすね。めっちゃ気に入ってます。はい。これは良かった。でもね、ボーナス時期とかやってくれたらね、もうちょっと変えたいんですけどね。ちょっとね、ワンコンとカブしちゃって、この話をお返ししたら嫌っすよね。とりあえずこれ良かったっす。はい。おすすめです。このことも一緒に飾っても全然合うしね。もうこっち押ししすぎって怒られたけど。はい。という感じで、今回の紹介こんな感じで終わろうと思ってます。そこはこれだけでなく、もっといろんな素晴らしい作品ありました。はい。僕はそのごくごく一部しか手に入れられませんでしたけど、また明日もまた紹介できるので、楽しみに待っててください。はい。それでは、ありがとうございました。